はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで今日ご紹介する展示はこちら、魂ラボドラゴンシンフォニー重装剣ということでこちらになります。ドラゴンシンフォニー重装剣、はい、ということで開封動画はねもう生放送でやりましたので僕のね生の反応をお届けできたらと思います。今回はねそういうの抜きにして音声のみしっかり皆さんのところにお伝えできればなと、うん、いいと思います。まあ意外とねこうなんて言うんでしょう、少なかったのでそのギミックとかそういうのはほとんど少なかったので、結構普通にそんな曲聴くぐらいのね勢いだと思いますが、パッケージはこちら、ドーン、素晴らしいパッケージでございますよ。本当にドラゴンシンフォニー重装剣めっちゃかっこいいですね。本当にサウンド、鳴る、ミュージック、BGM ということで、はい、側面こんな感じ、裏面シリーズナンバー003、ドラゴンシンフォニー重装剣ということで10レンジャー、1992年、はい、このような感じになっております。単4の乾電池アルカリ水晶が2本ということで必要になってきますのでご準備をお願いします。そしてセット内容はここ、重装剣本体、専用台座、一式ブックレット、スペシャルメッセージカード、取扱説明書となっております。でんでん、10レンジャー。はい、そしてこちらの方をねスーッと、これスーッと抜くとこんな感じになっております。ドラゴンシンフォニー重装剣書いてありますね。これを宝箱みたいな感じでね開けるんですよね。ちょ、近くに行きましょうか。くるくるーくん、あ、下が映っちゃった。開けます、パカ、はい、ドーン、すごいですね。開けるとまあいつものようにね、内蓋には、内な中にはね魂ラボ書いてあります。はい、そして一番最初メッセージカードでございます。すごいね、取り出すとメッセージカードはこんな感じ、めっちゃ分厚いポストカードみたいなね、本当にメッセージカードでございます。そして取扱説明書とスペシャルブック、スペシャルブックはこのような感じになっております。ハイエンドモデルとして復活、まあレガシー版でも出てましたのでね、僕はちょっとレガシー版持ってないんですけども、これがね当時の玩具と今回出たやつだよっていうことで比較がありますね。全然違う、はい、こんな感じです。野中剛さんのサインということですかね、はい、さあそれでは見ていきましょう。すごいですよね、この感じ。いやすごい、もう金が輝いてますね、めちゃんこ輝いてます。ではまず最初に台座をね作ってしまいましょう。こちら、そしてはい、ドラゴンレンジャーのマーク、これをここにはめます。クッと普通にここにねはまりますので、はい、これでもうここ完成。そしたらサイドから取り出します。でこれどっちも一緒かと思いきや一緒じゃなくて全然形状違うんですけど、横に入れるときにここ2つ穴があるのでこっちにね入れて、こちらは1つしかないので1個ねここに入れると、はい、これで台座は完成です。すごい金が輝いてて反射してますね。さあそれではこれを置いて、重装剣本体、ペーペレペーペレペーたったった、はい、こちらになります。いやーすごいですよ、本当に大きい、本当に大きいですね。うん、ちょっと置いてみますか、スッと、はい、こんな感じでございます。めっちゃかっこいい、本当にすごくかっこいいですね。金メッキ、そしてダイキャストパーツ、これはやっぱ最高ですね。よいしょ。
さあ、それではもう少しじゃ細かく見ていきましょう。ちょっとね、生放送でも言ったんですけども、塗装のね、ハゲがここちょっと目立つんですよね。黒のところに金がね、黒の塗装が濡れてないのかな。ちょっとまあこういう縁の部分はね、なかなか難しいところがあるかもしれないですけどもね。あと視聴者さんがこの剣の部分になんか傷が入ってる、もともとなんか入りやすいみたいなこと、軟質パーツを使ってるので、なんか塗装でね、入りやすいって言ってた。僕のはそんなに目立った傷はないですね。綺麗にシルバーがついております。すげえよな、これは。でもレビューしづらいですね、メッキだからね、反射しちゃうもんね。すごい、うわー、かっこいい。ここがね、ダイキャストパーツかな、確か。で、ここもね、ダイキャストパーツなんですよね、重たい。ここスピーカーになっております。裏面がね、ここスピーカーです。でも全然スピーカーってわかんないですよね、パッと見。電源のスイッチはここにあります、オンオフ。この金のね、やつは、はい、これでオンですので、ちょっとまだ先に電池の入れ方をね、ちょっとね、紹介したいと思います。これ結構難しいんでね。裏面、ここにね、穴ロックがあるんですよね。これは細長いもので、何か細長いもので押しながら回転させるんですよね。やばい、細長いものがないぞちょっと待ってください。はい、ということでね、まあなるべく金属じゃない方がね、傷つかないでいいんですけど、ちょっと細長いものがないので、これ押しながら回転する、今押しながらこう回す、こっちに回す。そうすると取れるんです。で、これ下に向けてやっちゃうと、これが本当に重たくてメッキ剥げちゃうので、必ず受素剣上にしてやってください。そうすると取れて、これが先ほどね、ロックになってます。で、ここのね、つまみを引き出します。つまみを引き出すと、はい、電池ケースが出てきて、単4電池2本入れる形になっております。これね、でもうグッて引っ張りすぎちゃうとバギーってなっちゃうと思うんで、もう止まるのでね、ここで止めてください。で、そしたらもう一度閉めてカチッと、で元に戻すときは、はい、もうこれで元に戻りました。ロックされてますね。はい、大丈夫です、という感じで、で電池は入れていきます。さあ、それではあとはもう電源を入れて楽しむだけです。これ本当に片手で持ってもね、本当重たいんですよね。では行きます。はい、これ電源オンオンですね。で、ボタン、こっちから 1,2,3 となっております。で、ここがね、音劇スイッチというか、笛なので口を、メロディースイッチですね、正式名称は。ではまず斬撃音、1から鳴らしていきたいと思います。いきます。2 3、はい、この3種類の音が鳴ります。2個同時に押したりとかしても、なんかこう違った音が出るとかそういうのはないです。長押しとかでも何も鳴らないです。すごいよね、これ。音がめちゃくちゃ綺麗、本当に。これは最高の武器でございますよね、本当に。はい、ということで、ちょっと置いてね、置いた状態で。さあ、それではあとはね、音が鳴るのはもう合体せよ守護獣、眠れ守護獣、目覚めよ守護獣ということで、あとはね、まあボーナス音声もありますけども、とりあえず最初その3つを鳴らしていきたいと思います。こちらのメロディースイッチ、ただ押すだけじゃ音は鳴りません。はい、押せてると思うんですけども、バルブと一緒に押さないと音が鳴りません。なので、まずはね、合体せよ守護獣を鳴らしていきたいと思います。1と同時に押します。はい、ということで、目覚めを守護獣からやった方が良かったですね。すいません。まあでも1からとりあえず順番にということで、音声発動中にメロディースイッチをもう一回押すと音声はストップしますということですけども、今回はね、一応全部聞くので押しません。
では2番目、眠れ守護獣。あら、沈まれドラゴンシーザーっていうところですね。はい、さあそれでは目覚めを守護獣いきます。はい、余韻までしっかりということで、途中ちょっと怪獣みたいな鳴き声になったと思うんですが、僕のお腹ですのでご了承くださいということで、ボーナス音声ギミックこれで最後になります。もうね、本当にこれだけです。はい、3つ同時押し、全部押しですね。もう全部押し。これでブライのテーマ、第42話ブライシスの時に多分劇が奏でた音かな。さあそれではいきます。感動する海でのシーンですね、崖での。はい、ということでブライのテーマでございました。久しぶりにね、僕もやっぱり1992年生まれで、これジュレンジャーやっぱ1992年で、僕はジュレンジャー見たのは、ツタヤでビデオで借りてね見たので、多分4歳とか3歳4歳5歳ぐらいの時かな、多分見たと思うんですけども、やっぱその時のね記憶全然、まあいつも記憶ないんですけど、僕は全然記憶がなくてですね、やっぱ東映特撮ファンクラブで昨日見ました。寝る前にね、41話、42話、43話って、ちょっと飛ばしですけども、やっぱすごい面白いですね。昔のやつはなんかこう編集とかも気にならないような面白さ、なんかこうやっぱうわもう熱いものがありますよね、なんかね。まあ自分のやっぱ世代だからかな、なんとなくこう。はい、ということで今回ご紹介したのはこちらの重装剣でございました。すごいね、本当に。大きさ何で比較しようね。一番いいのは CSM かな、最近出たニューデンオーベルト。はい、ニューデンオーベルトと比べてもまあ全然でかいし、金の輝きが全然違いますよね。本当に輝いてる。はい、ということで、魂ラボ10レンジャー重装剣でございました。またねレガシー版とか手に入ったらねレビューしたいと思います。ドラゴンバックラーとかは実家にあるんでね、本当はねやりたかったんですけども、ドラゴンシーザーのロボットとか置いてね、やっぱやりたかったっすね。それではまた明日。